ネタバレなしの映画紹介です。動画配信サービスや、レンタル DVD で、比較的簡単に見ることのできる映画をご紹介します。今回は、ロジャー・ラビット。監督はロバート・ゼメキス。1988年の作品です。40年代のハリウッド。アニメキャラクターが、人間の俳優のように実在していた。という設定で、ロジャー・ラビットというアニメスターが罠にはめられ、アニメ嫌いの探偵が不本意ながら巻き込まれて、事件の解決を迫られる、というお話です。出演はボブ・ホスキンス、クリストファー・ロイドほか、ディズニー、ワーナーを中心に、MGM、ハンナ・バーバラなどのアニメスターが総出演。当時最先端の技術で、アニメキャラが違和感なく、現実世界へ溶け込んでいます。子供向けアニメのキャラがたくさん出演してますが、むしろそれを懐かしく思う大人が楽しめる作品です。最後までご鑑賞いただき、ありがとうございました。できましたら高評価、チャンネル登録をお願いします。